ウメガサ層和は、ツ子かウメガサ層族の常緑の草状の小低木。シン・エングラー体系やクロンキスト体系など、古い分類体系では、ウメガサ層族は、一役草科の族とされていた。地上系は直立して高さは5から10センチメートルになる。茎は単一か、時に分子する。葉は、普通に2から3個が茎の節ごとに、隣生状に集まってつき、 各段の間には、鱗型葉が互生してつく。葉は、長さ2から3.5センチメートル、幅0.5から1.3センチメートルになる、長大円形、または非新型で、先は尖り、円には尖った教子があり、短い傭兵がある。花期は6から7月。茎先に花茎が伸び、花茎に天井の細毛があり、1から3個の卵上大円形のツトがつく。花は、 普通一個、稀に二個付き、はじめやや下向きにつくが、果実として熟すにつれ上向きになる。額は五列し、額列片は長さ6から7ミリメートルになる皮心型で、先はやや尖り、実まで残る。花は白色で5個の花びらが理性し、計約1センチメートルの交渉形になる。雄髄は10個。脂肪は、休憩で果中がなく、中等は、 平たい円形となる。果実は、計6から7ミリメートルになる平田球場の果てで五室から、なり、放せれっかする。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、やや乾燥した、丘陵、海岸、山地の林中に生育する。世界では、カラフトチ千島列島、朝鮮半島、中国大陸の中部、東北部に分布する。和名、 梅笠草は梅笠さのいで花の形が梅、梅に似て下向きに咲く様子を傘に見立てたことによる。ありがとうございます。